アダム、見えているか。ゼーベス星人だが、サイボーグに改造されているようだ。これは一体何なんだ。わからん。さらに調査を続けてくれ。みんな、集まってくれ。いいだろう。これでデータの一部が取り出せそうだ。ここボトルシップは銀河連邦軍の管理下にある。この施設内では様々な惑星の生物が飼育され、生態兵器としての利用が研究されている。施設管理責任者兼研究主任、ドクター・マデリーン・バーン。アダム、銀河連邦軍は生物兵器の研究開発をしていたのか。そのようだな。生物兵器の使用は禁止されているはずだな。もちろんだ。許されるべき行為ではない。マデリーン・バーグマンとは誰だ。ここの責任者のようだな。分かったことは以上だ。アダムの関与については聞くまでもないだろう。そう、彼は生体兵器に限らず生命の身勝手な利用ということに極端に否定的なのだ。命、それはいかなる類のものであれ、この世に誕生した時点で完成されたものだ。誰も犯してはならない。これがアダムの哲学だ。私がベビーを持ち帰った行為は彼のこの信念に反することだろう。その当時不問になったとはいえ、私の行為は規則に反するものだった。そんな自分をアダムはどう見ていたのだろう。胸の隅に追いやっていた疑問が今改めて気になった。よし、もう少しすれば修理は完璧だ。ただし確実にデータを保護するために強力なセキュリティシステムが使われているはずだ。ならばジェームス、いよいよお前の出番だぜ。分かった。必ずハッキングしてみせてやる。ここの計画の全てが分かるかもしれないからな。かなり時間はかかりそうだな。マデリーンとやらが建物内にいるかもしれない。情報収集を続けよう。行くぜ。
な、プリンセス。もっと早く援護したかったが、こいつはチャージに時間を食うんだ。今度はまたじゃしねえよ。縁起でもねえか。おい、こっちに来てくれ。どうした？ライアルがやられた。まるでボロ切れだぜ。どうやりゃ人間がこんな風になるってんだ。抜け殻。先ほどの怪物がセクター3に侵入したようだ。サブス、奴を追え。連邦軍による生体兵器の開発が行われていたここボトルシップへアダムが来たのは偶然なのだろうか。どうあれ主要人物から話を聞く必要がある。マデリーン・バーグマン、もちろん彼女がまだ生きていればの話だが。装備で移動可能な範囲を探索せよ。他の装備や武器の解放は状況を正確に把握した後に告げる。今すぐバリア機能をアクティブにし、熱気によるダメージから身を守れ。メトロイドに襲われたかのようなこの死骸は私に飛躍した考えを強いた。メトロイドがここに。ありえない。